どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一番です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとしてご利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは甲賀三郎作「休校13時間」です 甲、えー、賀三郎はですね年生まれ戦前あの江戸川乱歩とあと大下うだるという探偵小説家がいるんですけれども、えー、この江戸川乱歩と大下うだると並んで探偵小説界の三大巨星と呼ばれていたようですね。 ーそんな甲賀三郎なんですけれども数々の探偵のキャラクターを生み出しております今回の小説の中にももちろん探偵は登場しますさらにこの休校13時間鉄道ミステリーになっておりますなんか今回はワクワクする要素が満載だなと思ってお届けするのが楽しみです甲賀三郎作品鉄道ミステリーそして探偵どうぞ最後までお楽しみくださいそれでは改めまして本日お届けするのは甲賀三郎作「探 休校十三時間です。それでは本編を。どうぞ。甲賀三郎。休校十三時間。箱根山にかかると。 車内も大分落ち着いてきた午後十時半だただ私の前に席を占めた異様な二人一人は五十くらいの色の黒い大骨の出た目のギロリとした一癖ありそうな男一人はもう七十近いかと思われる 白髪の老王だがその2人がそもそも出発の初めからのボソボソ話が「君の悪い犯罪の話ばかりだったがまだやめようとせぬ」それも記者が午後8時東京駅を滑り出てからしばらくは車内の喧騒騒然たる会話や座席の上に立って雑然と 網棚の上に放り上げた荷物を整理する人、駅に泊まるごとにせわしく弁当や茶の売り子を呼ぶ人、それに、車内にもうもうと立ちこめたたばこの煙、それらの中で途切れ途切れにしか聞こえなかったが、行儀の悪い乗客たちが食べるだけ食べて、散らかすだけ散らかして、 居眠りを始める頃になると一言一句はっきり耳に入って私の神経はいよいよ苛立ってきたそこが難しいところでな頬骨の出た男が言うのだ脅迫というやつはされる側に弱みがあるのでなかなか訴え出ることができん。 この犯罪は防ぐのが一番難しいごあしょうまったくそうじゃ、老翁は、白線をふるわしながら答えるのだ。これからは悪知恵のあるやつがますます増えるから、脅迫は増える一方じゃのう私は、右隣に座っている私の護衛の私立探偵を盗み見た。 私はしっかり内ポケットを押さえた一体この2人は何者だろう私は初はめから窓際に席を取るつもりでいち早く車内に飛び込んだがもう前に頬骨の出た男はちゃんと座っていたそれから 私立探偵が私の隣へかけると白髪の老王は老人とは思えぬ敏昇さでその前の空席を取ったこれで4人が膝を交えたわけだが前の2人はまもなく会話を始めたどうも前から知り合った間ではないようだそれに2人とも遠方へ行くにしては一向荷物らしいものを持っていないのだ 気のせいだが老王の白髪や白禅がどうもくっつけたように思える私は身内が引き締まるようだった実は私の内ポケットには百円札で一万円という大金が入っているのだどうして私のような一階の学生がこんな大金を持っているのかこれには訳がある これは大阪にいる私の友人 A に持って行ってやる金なのだ友人の A ではわからないが氷菓子の A といえば誰知らぬ人はあるまい友人は彼の一人息子なのだ氷菓子の A は人も知る通り代表的の主戦度だ貪欲で 冷酷で、狡猾で、金のためなら人情は切れたわらじほどにも思っていないのだ。それに反して彼の息子は、多潔質な感情家だった。だから、無論会うはずがない。友人はいつでも彼の父を罵っていた。彼と私とが会うといつでも、いかにして彼の父から、 かををききすべとということをした私たちの考えによると彼の父から少しでも余計に金を引き出して有用なことに使うのは非常に必要なことで彼の罪滅ぼしになり我々にとっては一つの社会奉仕であると思っていたのだった2人はいろいろと知恵を絞ったがどうしてどうして彼は 我々ごとき青二歳の騎乗の計画に乗るようなことはなかったでいつでも失敗だった夏休みが始まると私たちはこりもせずまた彼から金を取り出す相談を始めたそのうちに友人は大阪へ旅立ったが彼はふとあるはかりごとを思いついたので 私と東西してことをてある手品の種はちょうど友人が大阪に着いて間もなくそこに2つの大きな脅迫が起こったこれは新聞にも仰々しく伝えられて警察避難の声も上がったくらいだから知っている人もあろうがある凶暴な団体が脅迫状を送って 二人ののから莫大な金を巻き上げたのだった。だっ友人はこれにヒントを得て脅迫団の名を無断拝借して父親を脅迫しようとしたのだ私はなんだか探偵小説でこれと似たようなことを読んだような気がする友人もそれから思いついたのかもしれないそこで友人は自ら脅迫団を名乗って 巧みに筆跡を隠して彼の父に彼の身の代金を請求して漱石をくらましたそうして私のところへは彼自身の震えた首席で生命の危険を訴え助力を買うてきたのである私の役は彼の手紙を携えて凶害の表情で彼の父のところへ駆けつけて 彼の父を解き伏せなければならないのだったこれはなかなか大役だ彼の父はさすがに漏灰していた彼は警察へ訴えることを主張したしかし警察沙汰になっては何もならない私は脅迫団の凶暴なことを解いて一人息子の命には代えられないからと 一生懸命に脅迫団の命に従うことを勧めたので彼はしぶしぶ承知したそうして脅迫上指定の通りに現金を大阪の墓地で渡すために私に大阪まで金を持参することを依頼した私はそれを快く引き受けた百円紙幣の一束で1万円を受け取った時にはさすがにちょっと震えた 金らしく見せない方がいいと無造作に新聞紙に包んでくれたので私はそれをしっかり内ポケットにしまい込んだ私は一時も早く旅立って友人を喜ばせもし自分の責任を逃れたいと思って下宿に帰るとすぐ支度を始めたふと気がつくと机の上に封書が載っている 私の名が書いてあるきりで明らかに郵便で来たのではない裏にも何も書いていない女中を読んで聞くとさっき俥夫が持ってきたという私は不審に思いながら開封したが読んでいくうちに「あっ」と声を上げた「正義のために」 不合を罰する我が団体の名を断りなく語りて、私欲のために肉親を欺くその罪大なり速やかに汝の得たる金を差し出せ叱らずんば我らは暴力をもって汝に臨まん罰罰団ああそれは罰罰団からの脅迫状だった彼らは どうしてわれらの謀りとをかぎ出したろうどうして私の成功したことを知ったのだろうそして一体私はどうしたらいいのだろういまさら私は警察に訴えることはできないそんなことをしては私たちの謀りとが現れてしまうかといってのめのめ金を差し出すのも嫌だそれに脅迫状にはどこへどうして金を差し出すのか 指図がしがていないな「ままよと度胸を決めたがとにかく一人では危ない私は私立探偵を頼むことにした私はかねてから木村清という私立探偵のことを聞いていたから彼のところへ行ったところがあいにく彼は不在だった私はがっかりして外へ出ると運のいいことには ばったり彼の帰ってくるのに出会ったもっとも私は彼の顔を知らなかったのだがさすがに彼は探偵だ私を見ると男らしい聡明な顔をニコニコさして私は木村ですが私のところへおいでになったのではないかと尋ねてくれたのだ木村は私の依頼を聞くと快く引き受けて 彼の部下を私につけてくれることになった。今、私の隣に寝ているのがそれである。大方寝たふりをしているのだろうが、こういうわけで、私のポケットには1万円の金が潜んでいるのだ。そうして私は、八方に気を配らねばならないのだ。怪しい二人の男は、 いつの間にか変装の話を始めている西洋の探偵小説を読みますとな頬骨の出た一癖ありそうな男が言う彼はなんだかポリポリ食べている変装ということが盛んに行われているがこれは日本人にはなかなか難しいことですってさようさよう 昔はなまげを言うとったからなんじゃ武士になったり町人になったり多少は姿が変えられたて俺なども上野の戦争で逃げた時には千住で町人の姿になってないや危ない目に酔うたものじゃほうほう。 上野の戦争とは古いことですなあ頬骨の男は驚いているそうして膝の上に置いた小さい缶の中に手を入れてはポリポリ食べている見るとそれは南京豆だ彼の足元はモースに及ばず私の膝の上まで甘皮が散っているどうですひつ彼は やぶから棒に缶を老王の前に突き出した「いやそいつはいかん」仮「仮面仮面」老人は手を振った「さようかなわしはこれが大好きでなビタミンを含んどるということじゃ」彼は一つつまんで口へ入れた私はふと老王の横顔を見ると と心の内で叫んだ私はある探偵小説に親子兄弟などというものは真っ向から見て似た分子がないようでも横顔を見ると共通したところがあると書いてあるのを読んでそれ以来電車の中などで親子らしい2人連れや兄弟らしい2人連れを見ると横顔を比べてなるほどと感心していたが私は今 大発見をした。それは変装は横から見ると見破りやすいということである前にいる白髪の老人の横顔の輪郭がなんと若々しく張り切っていることだ彼は確かに老人ではない変装しているのだそう思ってみると いかにも巧みに地の毛のように見せてはいるがどうもカツラらしい私は探偵に注意しようと思ってそっと彼の方を見ると彼は相変わらず頭を後ろの板に押しつけていたが目をほっそり開けて老人の方を狙っていた彼も気がついているのだ汽車は駿河湾に沿って走っている 生外は真っ暗だが海らしいものが見分けられる涼しい風が汗でネバネバした肌を気持ちよくなでていく真夜中の12時だやがて汽車はだんだん速度を落とし始めたガラガラと左右に揺れるとスッと薄明るいプラットホームに入った 静岡である。乗客はまた騒ぎ始めたプラットホームで売り子がやかましく怒鳴りながらせわしそうに走り回る私の前の2人は会話をやめた頬骨の出た男は片手で南京豆の缶をわしづかみにして腰の辺りに当てながら窓から半分体を乗り出していた。 白髪の老人の方は目をつむってうつらうつらしている静岡ですかやっと目を覚ましたらしく見せた探偵は敷島に火をつけながら聞いたそうです私は左の肘でしっかり上着のポケットを押さえながら答えたなかなか蒸しますなええ 上着をおとりになったらどうですか大丈夫ですよ彼は意味ありげに微笑みながら言ったええ私も微笑んで答えたうつらうつらしていた前の老人がちょっと目を開けたがすぐに物うげに閉じてしまった記者が、 静かに動き出した。頬骨の出た男は体を引っ込めるとドスンと腰をかけたが独り言のようにとうとう鯛めしを買い損ねたと言って隣の老人を見たが居眠りをしているので彼は荒々しく南京豆の缶に手を入れてポリポリ始めたかと思うと彼は突然缶を私の前へ突き出した。 どうです、君一つやりませんか私は面食らった薄笑いをしながら「いやどうも」と笛要量な挨拶をしてしまったどこまで行くのですか彼はすぐに南京豆の缶を撤回して膝の上へ置きながら話しかけたよほど話好きだと見える大阪までです 君は若いにも似ず行儀がいいな彼の話は少しも連絡がない上着をよく着てられるね私はドキンとした何と思ってこんな質問をするのだろうかええ私は曖昧な返事をした君は高歌ですね かわらず富山というのは機械化の次席教授で世界的学者だ相変わらずご研究ですご存じなのですかいや何知っているというほどじゃない。 そう言っひざの上の南京豆の缶に手を入れたが君は豆は嫌いかねい,いえそういうわけじゃないんですが安くてうまいものだねビタミンを含んでいるというよ胃に毒じゃな。さっきから目を覚ましてニコニコしていた老王が口を挟んだ。 何毒じゃない。そう言って彼は老王の方を向いた南京豆に始まった私との会話は南京豆でしまいになった記者は闇をまっしぐらに走っている車内を見回すと大半はもうさまざまな格好をして寝入っていた隅の方で 時より大きくうちわを使う音がする専務車掌がよろめきながら荷物を並べた狭い通路を歩きにくそうに通っていった午前2時だ私の目はますますさえるばかりだった「日本も近頃はなかなか奇抜な犯罪が増えたて」老王が言った。 またしても犯罪の話だ。さよう西洋に負けんようになったねこんなことは西洋に負けてもかまわんがな交通機関が発達したからな日本だけ遅れているわけにはいかんそれに日本は人間が多すぎるこれが犯罪のもとなんじゃじゃあ 人殺しを推奨するかのうそうもいかんてしかしこれは人を減らすには一挙両得じゃ老人のくせに乱暴なことを言うのには驚いた私の隣の私立探偵も目をパッチリ開いて老人の顔を見たそいつは乱暴だ 頬骨の出た男が言ったまあ産まんようにするのじゃなそれは俺は反対だ国が弱なるて国が強うなっても食えなくては困るこう言って頬骨の男は急に思い出したようにまた南京豆を食べ始めた記者は傲然たる音を発して 天竜川の鉄橋を渡ったやがて速度を緩めて浜松駅に入った乗客のある者は眠そうな目をとろりと開けた窓から頭を出して駅名を読もうとしている人もあった何を思ったか探偵がすっくと立って出口の方へ歩んでいった 彼が出口にたどり着いた自分に老王がまた立ち上がって腰を曲げながら出口の方へ向かって行った2人はなかなか帰ってこなかった出発の合図が鳴っても姿は見えないそのうちにそろそろ汽車が動き出した私は不安でならなかったただ一人残った頬骨の高い男は 窓に頭を当ててぐうぐう寝込んでいる私は取りつく島がない不安を押し隠すように上着をひしとかき合わせた汽車がガタンと揺れた拍子に前の男は目を覚ましてキョロキョロと辺りを見回したまだ帰ってこないな彼は独り言のようにつぶやいた 私は素早く機会を捉えたあのお年寄りはご友人ですか友人のような友人でないような相変わらず人を食った親父だまあ友人かなもっとも昨日から今にかけて友人になったのだがじゃあ前からのお知り合いじゃないのですかそうじゃない あの方は本当にお年寄りですかまあそうじゃろうななんだか変ですが私は思い切って言ってみた変かねええ変ですふん君はなかなか偉いな 彼はじっと私の顔を見ていたが。君の隣にいたのはなんだね。私の連れです。あれもおかしいね。え。変装しとるよ。そ、そんなことはないでしょう。私は慌てて打ち消したが、考えてみると彼は？ 夕べ木村探偵の添え状を持って東京駅にやってきた彼の部下で私を護衛してくれることになったのでいわば私には初対面だし彼は何かの必要があって変装しているかもしれない変装しとるよ君に分からんかね私は何と言っていいやら分からなかった君の古くからのなじみじゃないね ええ、私は小さい声で答えた彼の乱々たる目にいすくめられてしまったのだ「ふん、心理作用じゃな君は俺の隣の男を老人でないと言ったそれはつまり疑っとるからだそれに君は君の隣の男の変装を見破ることができないつまり信じとるからだ」 信じているのと疑っているのとほど結果に影響するものは少ないな。犯罪の成功不成功もつまりこれだ。信ぜられているとやすやす成功するし疑われていると失敗するに決まっている。彼はこう言いながら死闘はせわしく例の缶の中を探っていたがあいにくもう南京豆が残り少なくなって。 なななかなかつまみだせないのだ彼はとうとう缶を斜めにしてのぞき出したそれから黙っている私をじっと眺めながら「君は何か大切なものを持っとりませんか?」と言った私は飛び上がるほど驚いた思わずポケットを上から押さえた「はあはあ もっとろな左のポケットの中に金かな私は青くなったああこの色の黒い頬骨の出張った目の鋭い男は何者だろう探偵はなぜ早く帰ってこないのだろう記者は浜名湖を突破していた午後3時だうん 金を持っとるとするとなかなか危険だな君の相手は容易ならんやつだよ君はさっきから上着を一生懸命押さえているがあるいはもうすり替えられたかもわからんぞえたいの知れぬ男は真面目な顔をしながら言った私は催眠術者の暗示にかかったようにポケットの上から新聞包みをなぜてみたところが 気ののせいかかしら。なんだだ。手触りが違うようよに思えるのだ私は、不安でならなかった。横を向いてそっと取り出してみたが、やはり元のままだったので、ほっと安心して、またポケットに収めた。あったかね。だが、上包みだけでは安心できんよ。あいつらは、うまくすり替えるからね。私は、 またた。不安を感じてきた中を改めたくてたまらなくなった一度ポケットに手を入れかけたがふと気がつくと畜生と思った彼は彼の面前で私が紙包みを開けるのを待っているのだ彼の仲間に私の探偵をどこかへおびき出させ私に不安を感じさせて金包みを改めさそうというのだ そうして、その隙を狙って奪おうというのだろう。その手に乗るものか。私は額から汗をだらだら流しながら、右手を内ポケットへ入れて、しっかり紙包みを握った。が、なんとも言えない不安が襲ってくる。すり替えられたかしら。そんなはずはない。だが、 あのの怪ししい老後はどうしたのだ探偵はここで金を改めたって寝ているとはいえ乗客を満載して走っている急行列車の中だ街灯で子どもの手から奪うようなわけにはいくまい調べてみようその方が安心だ私は横を向いて素早くポケットから包みを引き出して封を切った 手早く開けてみると中から一束の紙幣が出た一番上に見覚えのある新しい百円紙幣が代表的に現れている私は安堵の胸をなで下ろすとともに急にバカバカしくなったがいまだ不安だ紙幣の束がなんだか違うような気がするのだ 私はバラバラと束をたぐってみたあやられた束は上の一枚と一番下の他は巧みに見せかけた西洋紙の保護にすぎなかった私は漏灰した私の手は無意識に偽紙幣の束をたぐっていたああやられた 私はどこですり替えられたのだろうやられた私は力なくつぶやいたえやられた私にいまいましい暗示を与えた頬のこけた男は腰を浮かして小声で叫んだその拍子に膝の上の南京豆の缶がガチャンと床に落ちた 二三人の乗客が私の方をびっくりしたように見た記者は再び止まろうとしている午前三時半だ豊橋駅に止まってそれから動きだすまで私はどうしていいやらわからなかった駅員に訴えようかそんなことは無効だ前の男に相談してみようかいやいや うかつなことはできない私は涙ぐんできた大阪駅に出迎えているはずの友人のとがめるような残念そうな顔が目の前に浮かんできた前の男を見ると目を閉じて何か黙祷にでもふけっているような格好をしているああ 私の探偵は一体どうしたのだろうか腹立たしさと悔しさとで私は哀れな私自身を思うさま打ちのめしたくなったところへ思いがけなく老人が帰ってきたそして老人が席に着くか着かないぐちに探偵が姿を現した私はホッと救われたような気がした 探偵が近づくや否や私は立ち上がって低い声で全ての出来事を彼にささやいた彼の顔色はみるみる青ざめて目はランランと光り出した彼はすっくと立ち上がって前の老王をじっと睨んだ私は初めてこの探偵を頼もしく思った探偵は無言で老王の肩をたたいたそうして ささっさと小口の方へ歩きだした老王も無言でノロノロ立ち上がると彼の後を追った前の男はどうしたことだこれだけの出来事をまるで知らないふりであおむけざまになってグーグー寝ている足で蹴っ飛ばしたと見えて南京豆の缶が横倒しになったまま私の足元に転がっている 私は彼の隣と私の隣との2つの寂しい空席をぼんやりと見つめた私たちの巧妙に運んだ計画はいつになく立派に成功したのだったのに私の不注意のためにすっかり駄目になってしまっただが私はいつすり替えられたのだろう金をポケットに入れてから下宿に帰って それから探偵の事務所を訪ね、それから停車場に来るまで、だいぶん時間はあったが、その間、注意の上に注意して、上着をしっかり上から押さえ詰めにしていたのだ。どこですり替えられたのだろう。私は、どう考えてみてもわからなかった。友人に何と言ってわびればいいだろう。友人はどんなに落胆するだろう。 探偵はうまく取り返してくれるか知らんとても難しいだろう私の頭は取り留めのないことで渦を巻いていた夜はいつの間にか明けてすがすがしい朝の空気がもやに閉ざされた外から飛び込んできた乗客はざわめき出した午前5時 名古屋駅に汽車が止まると乗客は我先に車を飛び出して洗面所に駆けつけたり弁当売りを包囲したりした私は何をする元気もなく腰掛けの隅に小さくなって大骨の出た前の男がムクムクと起きて窓の外に頭を突き出し通りかかった駅員と何か話をしているのをじっと見ていた。汽車が 能美平野を横断して伊吹山の麓を迂回しながら近江平野に入っても探偵も老王も姿を見せない前の男は平気でグーグー寝ている私はズキンズキン痛む頭を抱えてウトウトしだした極度の緊張から境外へ境外から失望へ 失望からげ。私は恐ろしい夢と金を取り戻した儚い喜びの夢を夢うつつの境に夢見ながら琵琶湖のほとりをひた走りしていた大津京都私はおぼろにしか知らなかった京都を過ぎる頃から私は少しずつ元気を回復してきた 美しい青田の山平野。それに続く摂津平野の向こうにくっきり万端の山脈が見えるようになると野原にまき散らされた家の数がだんだん多くなる新淀川にかけられた長い鉄橋を渡るともう慌ただしい梅園と油に汚れた都会の裏町が始まる午前8時半 汽車は音もなく大大阪のステーションに滑り込んだ。探偵も老王もついに姿を現さない。私の前にいた頬骨の出た男は、汽車がプラットホームの一角に着かかる自分から窓の外に頭を出していたが、驚いたことには、彼の姿を見て窓の下へ四五人の紳士風の人たちと、 十人に余る白服の巡査が飛んできた彼が何か言うと巡査はさっと二体に分かれて右と左に走ったふと見ると改札口の方にも二三人の白服の巡査が立っていたさっぱり訳が分からなかったけれども私は焦然として汽車を降りた二三歩行きかけると たたくものがある振り返ると友人の A がニコニコしながら立っていた「おはようご苦労だったね」私は黙って友人の顔を見た涙がにじみ出た「どうかしたのか君」友人は驚いて聞いた「許してくれたまえ」 金は取られたと言いかけると向こうの方から例の方のこけた男が23人の人に囲まれながら歩いてきて私に声をかけた「君君悲観しなくてもいいぜ犯人は分かっているのだから」「そら向こうから2人来るだろう君はどっちが犯人だと思う?」 彼の指さす方を見ると大勢の巡査に守られて探偵と老王とが連れ立ってこっちへ歩いてくる私には何のことやらさっぱりわからぬ友人にはなおのことわかるはずがない彼はけげんな顔をして突っ立っていた一行はすぐそばまで来た彼を逃がさないようにしてください 探偵が叫んがだ。わしが逃げるものかお前はわしが金を取ったものと勘違いをしてしきりに山分けにしようとおっしゃったがどういうものじゃ白髪の老人が言った白髪の老人が言った先生どういたすのですか 先頭に立った警部らしいのが丁寧にお辞儀をして、頬骨氏に聞いた。わしは脅迫事件に知恵を貸してくれというので、こっちの警察から呼ばれたのじゃが、幸いに来る記者の中で犯人、あるいは犯人の片割れかもしれんが、を見つけることができたので、名古屋から電報を打っといたのじゃ。ね この2人のうち1人が犯人なのだが人々は一斉に2人を見たわしはこっちと推察するのじゃ彼は私立探偵を指した探偵は身をもがいたがたちまち大勢の巡査に抑さえられてしまったそれでこっちだが 探偵の始末がつくと頬骨氏は老王に向き直って言いかけたが老王がたちまち遮った私立探偵の木村清です。彼はたちまちカツラとひげを取った私ははっと彼の顔を見たが私の見た木村清とはまるで違った男だった聡明そうなキビキビした顔つきではあったが うんそうじゃろう大骨氏は満足そうにうなずいたそしてあなたは有名な犯罪学者坂田博士でいらっしゃると存じますいかにもそうじゃだがわしは少し説明してもらいたいところがあるて坂田博士が言った承知いたしました実は私は今回の被害者 A 氏から 同のののの大阪にに旅行中の息にかかる脅迫事件の依頼を受けたのです私は A 氏にとにかく要求だけの金を零息の友人に断つけて大阪まで持参させることを勧めたのですそうして私自身その後をつけるつもりでしたそれで疑いを少なくするためにわざと白髪の老人に変装したのですが偶然坂田博士と隣り合わせとなりいろいろ話しかけ かつ指紋せられたのには並行いたしました。黙っていれば格別。ああ喋らされてはいかに巧妙な変装でも尻尾を出します。それは余談ですが、汽車中で計らずもここにおられる方に奇妙な同伴者のあることを発見しました。私は彼の行動を厳重に監視しました。途中で一度彼は席を離れて何か仲間に通信でもしたい風でしたが、 私たち2人が席に帰りますとすでに金包みがすり替えられていたのです彼はそれを私の仕事だと思ったのです彼は私を探偵だと思わず彼と同じく金包みを狙っているものと思い込んでいたのでしたそこで彼は私を社外へ誘い出し山分けの相談を持ちかけました その時に語ったところによりますと彼は大阪の脅迫が成功すると上京しかねて A 氏を狙っていたので A 氏が私に依頼した事件を巧みに聞き知ったのですそしてその脅迫状が偽であることは彼自身が出した覚えがないのに聴して明らかですからその使いであるここにおられる方に再び脅迫状を送ったのですそして その方が私の事務所に相談に来たのに尾行して私が留守のためにむなしく帰るところを私だと偽証して部下を警護にやると欺いて返しそれから巧みに変装して木村の部下と名乗って同社したのです金を私が盗んだものと信じて彼は私にすっかり打ち明けて山分けを迫ったのですなるほどそういうわけじゃったか 坂田博士は感心したで先生が彼を犯人と定められたのは木村が聞いたささいなことからですわいわしはあんたといろいろ話をして善良な人と推察したので大方探偵じゃろうと思うたところがこの人はたった一度じゃがこっちの人に上着を脱げと勧めたわい もっとも上着に金が入っていることは、後に二人まで変装した人間がついているからには、何か狙っとるものがあるに違いないと思って、それとなく図星をさして言わしたことじゃが、その時に、あはん、この男は学生の上着の金を狙っとると思ったのじゃ。坂田博士は少しも得意の色を見せないで言ったが、ちょっと息をついて聞いた。 わしにもう一つ分からんことがあるがわしは心理反応を研究するつもりで金はすり替えられているという暗示を与えたのだがそれが偶然一致したのに驚いた金は誰が取ったのじゃろうさあそれは私にも分かりかねますが木村が静かに答えたこれは推測にすぎないのですが金はおそらく こちらの方の手に入った時から、偽物だったかと思われます。え、え私は飛び上がった。これで、急行十三時間事件はおしまいである。多分ん打足とのお叱りを受けるかもしれんが、申し添えておくのは、金はやはり木村探偵の推察通り、私の受け取った時から偽物だった。 かいな A 氏は私たちの計画にたぶらかされはしたがなお幾分の疑いを抱いて一方木村探偵に相談するとともに上下に1枚ずつ本物の100円紙幣を挟んだ紙束を私にくれたのだった私が何でそれを疑おう私は生まれて初めて持った大金として震えながら受け取ったのだった事件の後 私と A 氏の零息と木村探偵の3人が A 氏と共に彼の応接室で対談した時は面白かった木村氏は A 氏の偽紙幣を極力非難したのだあれはいけません場合によっては犯罪を構成しますそんなことないがな A 氏はテカテカした額を叩きながら答えた 脅迫されて出したんや嘘でもかめへんですがね木村は押しつけるように言ったあの場合はまあ脅迫したやつが捕まったからいいですがもしそうでなかったらですね零速は監禁せられていたのですよなんと有益な嘘だ木村は A 氏に真相を話さなかったのだそこへ偽札なんか持っていったらどうです 冷息も使いに行った人も命が危ういじゃありませんかそんなに言わんでもええがな向こうも一生懸命や慌てとるさかい偽札でもほんまや思うて取りよるがなそういかなかったらどうですどうですってもう済んだこっちゃがいけません人道問題ですよ何にも知らないものに偽札を持たせて 虎穴に等しいところへ飛び込ます。なんて。おしたら詫びるがな。詫びるではいけません。相当のことをしなさい。相当なことってどうするのや？私に謝礼として5000円。この方に5000円合わせて1万円を出しなさい。え、そりゃ無茶やが。 この時の A 氏の驚いた顔は今でも忘れられないサルが渦中の栗を拾って手を焼いたような顔だったお出しにならなければ覚悟があります木村は譲らなかったで結局半泣きになりながら A 氏は1万円の小切手を書いたところで驚いたことには木村氏はすぐにその小切手を れいそくにわたして「おとうさんからかねをださせるときはもうすこしてぎわよくなさいよ」といってにこにことした。